匂い。さくらやすひこ。二度寝をしてしまった遅い朝、ベッドの中は私の匂いで満たされている。正確に言えば、昨日の夜に落とさなかった化粧とお酒と少しだけ後悔が入り混じった匂い。ずっとつけっぱなしになっているテレビからは、気象予報士と呼ばれる中年男の鼻にかかった声が聞こえている。上空に強い寒気が入り、冬型の気圧配置が一層強まって、今夜は雪になる見込みです。それから一泊置いて、素敵な聖夜になりそうですねと付け加えた一言が、刃物のように私を痛くする。私はまだベッドから抜け出せないでいる。ベッドのそばに脱ぎ捨てたままのコートやストッキングからは、昨日の夜の執着が見え隠れしているようで、慌てて目をそらす。そんな昨日の残骸の中にそれはあった。恐る恐る手を伸ばす。誰が見ているわけでもないのに、用心深く手繰り寄せる。ベッドから起き上がった私は、少しだけ逡巡した後、自分の胸元にそれをそっと引き寄せる。ベッドの中の私の匂いが、わずかだけれど薄まったように感じた。携帯がハムシのような音を立てて震え出す。私はそれに顔をうずめながら、震えるハムシの音を聞き続ける。それには、マフラーにはあいつの匂いがした。ような気がした。今夜、知らない誰かのために雪が降る。